アレッサンドロ・マトリは、イタリア・ロンバルディア州、サンタンジェロ・ロディジャーの出身の元サッカー選手。元イタリア代表。ポジションはフォワード。AC ・ミランのプリマベーラ出身。デビュー戦は2003年5月24日に行われたセリエ A 第34節のピアチェンツァ戦。当時ミランは、チャンピオンズリーグの決勝を控えており、この試合には控え組で挑んだため、出番が回ってきた。 同じミランのユース選手のマルコ・ボリエッドやニコラ・ポッチに比べると目立つ存在ではなかったため2004から05シーズンはセリエ C1 の AC プラートにレンタル遺跡で出される翌年も C1 の AC ルメッツ・アーネでプレーし13ゴールを挙げた2006から07シーズンはセリエ B のリミニカルチョ FC に所属しここでも活躍 2007年7月3日に移籍金230万ユーロでカリアリに加入。カリアリではロベルト・アクア・フレスカ、アンドレア・ラッツァ・アリラと攻撃を牽引し、カウンターでのくさびのプレーやポストプレーなどでチームに貢献した。3年目の2009から10シーズンには7試合連続ゴールを含む38試合で13ゴールの活躍で、ミラン復帰やイタリア代表入りも囁かれるようになった。 2010から2011シーズンも開幕から好調で、前半戦で11ゴールを挙げた。遺跡期間最終日の2011年1月31日、ユベントスへのレンタル遺跡が発表された。シーズン終了までのレンタル遺跡で、1550万ユーロでの買取オプションが付けられた。背番号は、カリアル時代と同じ32番である。 2月2日のアウェーのパレルモ戦でデビューした。リーグ戦16試合で9ゴールを記録し、ファビオクアリャレラと並んで、チーム得点王となった。6月22日に、ユベントスへの完全移籍が発表された。2011から12シーズンは得点こそ10得点だった。ものの、ミルコ・ブチニッチと共ににトップを組み、リーグ優勝に貢献した。2012から13シーズン終了後、 ユベントスはカルロス・テベスやフェルナンド・ジョレンテといった実力者を前線に獲得。出場機会が大幅に減ったため、2013年8月29日、AC ミランの公式チャンネルでマトリのミラン復帰が発表。翌日、正式に移籍が決定。背番号は9番である。カリアリ時代の恩師、マシミリアーノ・アレグリとの再会となったが、15試合で1ゴールと、 期待外れに終わったフィオレンティーナ2014年1月、マリオ・ゴメスやジュゼッペ・ロッシの怪我による離脱で FW 不足のアッコフ・フィオレンティーナに半年のレンタル移籍が決定。背番号はカリアリやユベントスでつけていた32番。ジェノア2014年7月、公衆久し大足玉クラブに移籍したアルベルト・ジェラルディーノの後釜として、 ジェノア CFC にレンタルでの加入が決定。ユベントス復帰2015年1月の遺跡最終日、セバスティアン・ジョビンコの遺跡に伴い FW のコマ不足となったユベントスにレンタルでの復帰が決定。恩師マッシュミリアーノ・アレグリの下でプレーするのはこれで3度目となる。2015年5月20日に行われたラツヨとのコッパイタリア決勝戦では延長前半に勝ち越し弾を決め、 優勝に貢献した。ラツィオ2014の15シーズン後、ミランに復帰。アンドレア・ピルロが背負っていた21番を着用するなど意気込みを見せていたが、カルロス・バッカや、ルイス・アドリアーノ、マリオ・バルテッリの獲得により競争が激化。2015年8月、SS ラツィオにレンタル移籍が決定。2016年8月16日、US サスオーロカルチョに移籍した。 ブレシア2019年9月2日、夏の遺跡期間の最終日にブレシアカルチョへ、レンタル遺跡。2020年1月31日、レンタル遺跡期間終了と同時に、US サ札ーロカルチョを退団した。その後無所属の期間が続いたが、2020年5月6日に、現役引退を表明した。 イタリア代表の一員として2011年2月9日に行われたドイツ代表との親善試合に招集されたが出場機会はなかった。3月29日のウクライナ代表との親善試合で後半途中に出場、代表初ゴールを挙げている。ありがとうございます。